クワナ？なんであんたがここに？入れ食いだ。やっぱり餌がいいと食いつきが違うな。始めるぞ、阿久津。清涼高校で自殺した江原敏郎の件より前、東京でもやはりいじめによる悲劇が起きていた。当時の状況を聞き取るべく沢先生を訪ねた八神は、そこで偉人町の便利や桑名と鉢合わせる。だが桑名と沢先生の間に一体何の接点があっただろう。クワナ、なんであんたがここに？沢先生とつながってるのか、あんたが。まいったな。どういうことだよ。便利屋の仕事で来たなんて言わないよな。よう。なんで RK がここに？やる。後ろからも来てる。どうなってる？こいつらのお目当てはお前じゃない。俺がはめられたんだ。連中の狙いは俺だ。あんたがなんで狙われるんだ。こいつらカムロ町のもんだぞ。阿久津、沢先生、あの人はどうした？どいつもこいつもだんまりかよ。とりあえず二人ともとっ捕まえろ。やりすぎて殺さねえようにな。おい！
呼んでんだ。お呼びじゃねえんだよ、ヤヨミ。お互い様だろう。沢先生、大丈夫？今、警察を呼びます。助かります。おい、逃げるぞ、ヤカビ。先行け。こいつらあんたを狙ってんだろ。すまねえ。お前らヤカビだ。わかります、阿久津さん。下にも人をやってます。俺らもすぐ行きますんで。んじゃな、残された者同士、仕切り直しといくか。余計なとこにシャシャリ出てきやがって。ざけてんじゃねえぞ、これ。どっからでも。沢先生。はい。警察が来るまで鍵閉めといてください。俺は桑名の様子を見てきます。矢上さんは大丈夫なんですか？ねえ。それより先生、桑名とはどういう。沢先生、とにかく部屋にいてください。それじゃあ。てめえ、ヤガミじゃねえか。おい、なんだその目。まさか俺らの邪魔しようってのか。まあね、けどこっちも急いでるから手加減はしてやらないよ。ああ、調子乗ってんじゃねえぞ、カイトーのおまけごときが。やOh,
あ、やろ、やりやがったな。おい、集まれ、八神だ。また RK に手出したんだ。これはボコボコにされても文句言えねえよな。仕掛けてくるのはいつもそっちなんだけど、しかもこれやったの俺じゃないし。ああ、言い訳なんかしてんじゃねえよ。おとなしく死んどけ。どっからでも来な。クアナ、よう、待ってたぞ。逃げ足が遅いんじゃねえの。もう回り込まれちまっててよ。ヤガミ、まだ俺らの邪魔すんのか。いい加減ドラム缶に詰めて沈めんぞ。それ海沿いで言われるとちょっとあれだな。脅しに負けんな名探偵。ここ切り抜けたらあんたには聞きたいことがある。沢先生は何も教えちゃくれなかったからさ。先のことは気にすんな。どう転ぼうがてめえはもう長かねえ。終わりだ、ヤガミ。寝てろ。なめんな。
クアナ。おい、クアナ！くそ、礼も言わずにトンズラかよ。止まれ、ヤガミ！さすがにタフだな。でももういいだろう。そりゃお前次第だな。なんだ？沢先生！やめろ！くっ、相馬も来てたのか。お前までこの女と繋がってたとはな。お前らは何をやってんだ？何が狙いで動いてる？名探偵なんだろう。当ててみな。いや、時間切れだ。ん？こいつのスマホはその辺に捨てろ。 GPS で位置がバレるからな。おいおいおい、ヤガミ、起きろ。よかった。もう目覚まさないんじゃないかと思ったよ。うちのメンバー素人に毛が生えたようなもんだろ。人の殴り方とか加減が分かってないんだよな。そうま、意識もはっきりしてきた。いや、あんたがタフでよかった。これでじっくり話し合いができる。八神さんに礼でも言ったらどうだ。おかげでお前もお咎めなしなんだから。こいつがあそこに来たのは想定外だ。下手打ったのは俺のせいか。仕切ってたお前の責任だろうが。分かった分かった。でも自分の部下にはもう少し勉強させといてくれよ。ああ、痛えか。痛えよな。な？見たろ？まず痛み、それから恐怖だ。痛みを感じて怖いって感じてもらうことが大事なんだよ。痛めつけても意識はしっかり持たせる。恐怖って意識をな。それで初めて情報が聞き出せるだよな。俺は人の嘘を見抜く。俺が昔親父に褒められた、ただ一つの特技なんだ。ごまかしもおとぼけも通じない。甘く見ないでくれよ、八神さん。あんた、あの女先生とはどういう仲なんだ？同僚だよ。ほんの何日か前からだけどさ。てめえ何言ってんだ。口挟むなよ、阿久津。あ？俺に任せてお前は黙ってろ。集中したいんだ。それに八神さんは今何も嘘をついちゃいない。ただ言葉足らずだよな。聞くよ、沢先生と同僚ってのはどういうことだ？俺は星稜校からいじめ調査の依頼を受けてた。それで沢先生とは同僚みたいなもんだってこと。なるほど。彼女はどうした？今頃は自分の部屋で休んでる。別に彼女に用はないんでね。俺らの狙いは桑名か。そうそう、あんたあいつを桑名って呼んでるよな。どうもそこが俺らの調べと違ってる。うん。その桑名ってのは偽名だ。偽名？ああ、あいつはなんだ？あんたの前ではどういう肩書きになってる？質問の答えは2秒以内だ。桑名ってのは何者だ？
便利屋だ。偉人町のみんな知ってる。こっちで長いこと便利屋をやってるらしい。便利屋さんか。へえ。その口ぶりじゃあんたも最近あいつを知ったのかな。ああ。彼本名は北方ってんだよ。聞き覚えは？そっか、答えなくていいよ。初耳だって顔に書いてある。俺でなくたってわかる。じゃああんたが言うとこのその桑名さんがどこへ逃げたか当てはあるか。俺たちは奴に用があるんだ。もし知っててもお前らには絶対に教えない。絶対に教えないね。ま、今のも嘘じゃない。ただ正確に言うと知らないから教えられないだろ。あんたはその便利屋の情報を何も持っちゃいないんだ。それが何を意味するかわかるか。お前らにとって俺は用済み。下手に賢いとこういう時損だな。じゃあ俺からも質問です。この場面で俺たちはお前を生かして返すでしょうか、それとも生かして返さないでしょうか。その顔は答えを知ってるって感じだな。多分正解だ。あっさり殺すような真似はしねえ。なぶり殺しにする。じっくりと時間をかけて地獄を味わってもらうぜ。お前らは偉人町まで来て何をしてんだ。なんで桑名を追ってる。あいつが何をした。メイドの土産に教えてやるってとこだが、そいつもくれてやる気はねえ。探偵さんよ、まだまだ終わりじゃねえぞ。おい、あれの準備だ。立たせろ。暴れねえようにしっかり押さえとけ。こんなチャンスめったにねえぞ。動画撮っとけ。お人間どこまで蹴られたら死ぬかやってみたって映像だ。再生数すげえだろうな。だろう、ヤガミ。手の先っちゃから少しずつ切り落としてってやる。まずは右の手首、そして左手首、右肘、左肘。こいつは儀式だ。てめえから行け。切り込み隊長にして。俺らもやるんすか。全員やるんだよ。今後歩けに逆らったもんがどうなるか、みんなこいつの死に様で思い知ることになるんだ。ここにいる全員やるまで死なせんなよ。さっさと行け。でもやめとけ。阿久津はどうせ自分じゃやらねえぞ。え？スマホの前で証拠取られるようなマネやるわけがねえ。結局お前らだけがバカを見る。言ってくれるじゃねえか。ぞけやがって。あらわたからぶちまけてやる。
なんだてめえら。カイト、なんでここに。どうやってこの場所が分かった。カイトさん、杉浦、うちのターボーが随分世話になったみてえじゃねえか。阿久津、これから見せ場が始まるとこだ。そこでおとなしく見てろよ。いやいや、そうはいかないよ。おい、出口下げ。全員ここで始末する。分かってるな。もう今更抜けらんねえぞお前ら。そうだな、俺もここにいる全員、誰も逃がす気はないよ。やれるんだな、タボ。なんだったら休んででもいいぞ。それはどうだろ、カイトさん。ヤガミさん、自分の手でやらなきゃ収まんないって顔してる。まだやられてえのか、ヤガミ。楽しませてくれるじゃねえの。やっぱ殺しには美味しい。ずっと首輪でもつけて手元に置いとくとするか。多分今の俺がお前をどんだけ殴っても罪に問われないんじゃないかな。情状酌量で。ああ、お返しさせてもらうぜ、阿久津。Yeah!
お前らはなんでクアナを追ってんだ。あいつが何をした。どうして沢先生とクアナがつながってる。質問が多すぎるな、このイカレ野郎。カムロ町で河合信也を探してたのは何でだ。お前らは何をしてるんだ。このタボく阿久津。タフだねあの人。しかも逃げ足早。やろう、あれは途中からここ逃げる隙伺ってやがったな。しっかり余力残してやがった。マジかよ、ずいぶん冷静じゃん。ああ、こっちの思ってる以上に場数は踏んでるらしい。そんな状況だったんですね。ああ、沙織さん、俺と電話がつながらないってすぐ海藤さんに知らせてくれたんだろ。それでつくもが俺のスマホを GPS で追って、そっからは町中の防犯カメラ漁って俺を見つけてくれたんだ。おかげで助かったよ。いえ、そもそも八神さんはこちらの依頼で動いてくれてるんですから。それに最初に不審を感じたのはたまたま一緒にいた東さんなんです。八神さんがいつまでも電話に出ないのはおかしいって。じゃああいつにも礼を言わなきゃか。ええ。ところで、カムロ町で調べた河合信也の情報についてはさっきお伝えした通りです。かつて黒川学園のいじめ加害者だった河合は5年前に知人らしき男女に連れ去られたきり、それをガールズバーの女性店員が見ていて、 RK はその情報をもとに河合が殺されたと判断したようです。分かった。けど沙織さんはもう RK と関わるのよした方がいいな。あいつらヤクザより簡単に一線を越えてくる。ええ、まさか八神さんまで危ない目に遭うなんて。こっちは今沢先生のマンションに戻ってきたとこ。カムロ町で河合を探してたはずの RK がなぜかこのマンションで桑名って便利屋を待ち構えてたんだ。便利屋ですか。普通の便利屋よりも守備範囲が広い。偉人町の裏社会にも顔が利くようなやつでさ、桑名って名前も偽名だった。でもそんな得体の知れない人がどうして沢先生のところに。ああ、だから彼女から桑名の話を聞こうと思う。沢先生には今度こそ知ってることを洗いざらい言ってもらわないと。わかりました。いろいろ見えない状況が続いてます。お気をつけて。大丈夫、今は頼もしい味方が二人も一緒だから。よう、沢先生の部屋は何号室よ。今俺が一緒に行くから慌てんなって。静かだな。ここで乱闘があったんだろ。ああ、もう何事もなかったみたいだね。沢先生、俺です、八神です。どうした。鍵がかかってない。え？沢先生？おい、タモ！
な。嘘だろう。矢神の前に突然降りかかる清涼高校教師沢陽子の死、彼女を殺害した RK 相馬の目的は偉人町の便利屋桑名を捕まえることにあるようだった。偽名を使っていたという桑名の正体をめぐり、矢神は底知れない闇に直面していく。はい、わかりました。なるべく部屋の中のものには触らないと。この部屋の中で待ってればいいですか？今現場にいるのは僕とあと二人、川村町の探偵で八神さんと海藤さん。何日か前からうちを手伝いに来てもらってるんです。はい、わかりました。警察すぐ来るって。そうか。先生を殺したのは相馬だ。あいつ先生には用はないって言ってたのに、なんで沢先生が巻き込まれなきゃなんねんだ。それが知りてえなら、俺らは探偵だ。多忙、普通の仇には見えねえものが見える。気づかねえことに気づける。今がその力を発揮する時なんじゃねえのか。そうかもね。この現場で問題なのは誰が先生を殺したかじゃない、なんで彼女が殺されなきゃならなかったのかだ。沢先生はどうやら便利屋の桑名と知り合いだった可能性が高い。だから桑名を追ってた相馬たちはここに押し入った。となると、この部屋で探るべきは先生の交友関係か。その中に先生と桑名との接点が見つかるかもしれねえ。ああ、ただその桑名っていうのも偽名だったらしい。本名は確か北方だ。相馬がそう言ってた。ん？これは。つく傷はここだな。どう、海藤さん。小さい傷だが、長い針みたいので突き刺された感じが。多分アイスピックだ。相馬が先生に突きつけてた。これは血だ。そんなに量はないけど。ああ、そうみてえだな。
なんだ。ねえ、八神さん、それ沢先生が高校生だった時の卒アルだよね、黒川学園の。なら間宮結衣とかいじめ加害者の河合なんかも写ってるんじゃない。ああ、そうだな。そのはずだ。血が跳ねた先にそんなのがあるなんてね。僕らに手がかりを教えたかったのかな、沢先生。どうする？アルバム、中を見てみるか。いや、でも殺しの現場で物を動かしちゃまずいか。見るなら早くしないと。そろそろ警察が来ちゃうよ。じっくり見る暇はないってことか。となると、このアルバムは一旦預からせてもらおう。警察には後で渡す。ここでやらなきゃもう俺らがこの部屋に入れることはない。一旦預かるっていいの？それっていいわけねえだろ。それでもやるんだよ。黒川学園の卒業生らには三越場殺しの件で不審な点があるけど、今そう考えてるのは俺らだけだ。警察がこのアルバムを見たところで何も引っかからないかもしれない。ああ、なら俺らが持っとくべきだな。多分沢先生もそう言ってるんだ。考えてる時間はねえぞ杉浦。警察の相手は俺らでやる。お前はアルバム持ってすぐここを出ろ。僕が泥棒する役？役じゃねえ。お前もともとカムロ町の窃盗団だったろ。そういうこと言うんだ。はいはい、わかったよ。なるほどな。すると名探偵、お前さんが主に沢先生を殺したのは相馬和樹、カムロ町の RK って半グレグループのリーダーです。そうかい。じゃあそれで一件落着だな。そちらはこの現場をどう見てるんです、ナベさん。慣れ慣れしいぞ、あんまり調子に乗るな。沢先生の部屋には無数の男たちが押し入った足跡がある。お前らも含めてだがな。まずは足跡の分析、周辺防犯映像の解析、目撃情報の聞き込みをして俺らは押したちを絞り込む。もちろんその RK も調べるよ。ご協力に感謝だ八神探偵。さっき検視官がその部屋に入ってったみたいですけど、遺体を見てたんですよね。ああ、とりあえずざっくりの状況だけな。この後沢先生の遺体は司法解剖に回される。そのざっくりなところで死因と死亡推定時刻は？死因は首の後ろ、盆の窪への一突き、アイスピック状の凶器によるものと考えられる。遺体は死後3時間程度とのことだ。3時間？じゃあ俺がスマホ越しに彼女を見た後すぐだったんだ。ナベさん、警察はすぐに相馬を手配するべきです。相馬ってのは今警視庁に紹介中だ。顔写真もねえのに手配もクソもねえだろ。じゃあ街に出てる半グレっぽいのに片っ端から職質するのは？ここらで見慣れない顔がいたら RK のメンバーです。気持ちはわかるがそう熱くなんな。
それより俺は便利屋の桑名にも興味がある。偉人町じゃ古参の住人だ。あいつがなんでカムロ町の半グレに追われてた。おまけに桑名ってのも偽名だって。沢先生とはどういうつながりがあった。それ全部知りたいですよ俺も。肝心なとこの情報がねえんだな。まあ今日も帰っていいよ。ただしいつでも連絡が取れるようにしといてくれ。いいんですか鍋さん。ああこいつらは首はつけない方がいい仕事するタイプだ。口は悪いが人見る目はあるなあんた。なんだよ鍋さん。江原のことは聞いてこないんですね。俺この間拘置所で接見してきましたけど。ああ、あの件な。江原が三越芝を殺してる動画が出てきましたよね。俺はその件で沢先生と話そうとしてたんです。つまり今回の沢先生の事件と三越芝殺しには何か関連があるかもしれません。なら江原から何か情報を引き出せるんじゃ。なのにあいつにはもう興味なしですか。俺らはもう江原にだけは触るなと上から言われてる。もし奴を三越芝殺しで調べるならその前に判決の出てる痴漢の有罪をひっくり返せたとさ。そんなの警官の立場でできるわけねえ。おかげで三越芝殺しの調べはもう誰にもやる気がない。うちも警視庁も検察もだ。捜査ってのは刑事にやる気がなきゃやめてもいいわけですか。解決の見込みがありゃ今からだっていくらでもやる気出すけどな。江原が怪しいのはみんな百も承知だ。それでも触るなと言われてんだよ。そういう事件は俺ら現役バリバリがやる仕事じゃねえ。署の片隅で塩漬けにされるんだ。じゃあこの沢先生の件も同じことになるかもしれませんね。おい口に気をつけろよ。これその目つきは俺らにじゃなくもっと他に向けてくださいよ。臭いもんへ蓋しようとしている上の人たちに。なんだと。よせ侍。本当に急なことで私も先生方もまだ詳しい状況を警察から聞かされてはいません。沢先生がその何らかの事件に巻き込まれたということで皆さんにもマスコミのマイクが向けられるかもしれない。でもどうか相手にしないようにしてください。私たちはまだ何も知らない状況だし皆さんがマスコミに何かを説明する義務は一切ありません。今はただどうか沢先生のご冥福をお祈りしてください。どうかどうか。では3年生の端から順に教室に戻りなさい。八神さん、理事長からもし学校にいらしてたら八神さんとお話ししたいと。沢先生のことで。わかりました。理事長室ですか。ええ、よろしくお願いします。